あ、今の東大寺の観光客の状況いいね、こういう役人と官僚たちに、お前ら立ってろ、座るな、立ってそこで待ってろ、呼ばれるまで待ってろ、そこで勘もね、よえ、参考人しよ、おい、どうなるぞ、これは。どういうわけだ、お前ら、意外の罰則か、お前らがいいとこ言うの、憲法の原案改ざんしたもん、お前らか、こら、日本国憲法の原案改ざんしたんか、これどうりでクビにしやがって、もう本当に日本真っ赤さら、五代やとるまま、最初からこいつらをクビにしとけ、天皇様に広い人を逮捕しとけよって、そして幼少期、まだ10代だった人を即位させるべきやって、真っ赤さ最初で、もうやるべきやって最初から、もうこれが五代で、今こうやって高齢状態のなる人、天皇に即位してもて、もう遅かったんや、もう男系にこだわりすぎて、後継者不足、在位期間長すぎ、もう10年か20年しよう、もう大統領みたいにないでしょ、もう任期制にせえ、もう12年でいいから、もう江戸の年にしろ、もう一時言語変えな、もう西暦に変えろ、俺が見直して言語法を通す、国旗国歌を廃止するから、もう西暦一本がヒジラ暦もね導入する、もうこれ導入して対抗、こっちがよかった、もうしましょう、もうこれでよかった、イスラム信者のおかげや、信者のイスラム教の信者のおかげで対策練られた、対策練られた、ようやく対策練られたってことで、もう本当にバカだと思った、本当に何が政教分離やし、公的助成受けてるやん、どこも守ってない、これ国境じゃないかよ、バカか、無理やり登録させられるんだぞ、勝手に新登録、俺神道に入った、仏教に入った覚えもないのに勝手に入るなよ、もう言うわ、同窓会もう取り消せよ、こうもういいんや、廃校に宣言するわ、もういいんや、宮津先生無視拒否して、勝手に学校教育を見直して改変するわ、もう命令出すわ、従わなかったらお前ら自治権剥奪する、覚えとけ、当然よ、奨励に従うんやと当然よ、そういうことや、最初はこれでやる対策ねえわよ、ね、自衛隊員さんたちがこういう地域を統制すればよかったよ、こういうことや、屈政人統制官みたいに立場でやればよかったよ、これよかったよ、ね、対策もうよかった、ゴジラ作品振り返ってようやく対策練られた、もう簡単すぎて、もうさあ、田中先生たち言ったよ、日本危機管理能力もないし、過去の事案にこだわりすぎて対策狙う、上からの命令がないと何もできない国だって、世界中がそれを言ってた、はい、証明しました、コロナのおかげ、単純明がギャオスになっちゃったギャオスの大群が今襲ってるんや、世界中で、うん、こと西側人や壊滅状態、もう壊滅してるんや、もう壊滅します、全滅しちゃうんや、日本も逆に言ったら東アジア第三世界は有利、もうだってキューバも大丈夫やったよ、医療体、ベネズエラも無事やったよ、さあアメリカが経済制裁食らったおかげで、だ台湾もそう孤立してたから対策狙いたい、そういうことや、そう孤立してた場所が逆に言うとそう安全地帯だったよ、そういうこと、いいや、バチカンも得したよ、もう特命に立場取ったよ、そういうこと最初かこういうのあれよ、バカやれろ、こういうので対策、こういうの見習ってコロナの事故が多数かけばもう青だ、もうこれも西暦一本か、もう法律で義務化すら、もう義務化すら、もう従わないじゃ義務化や、もう法規的義務化や、今度は上が義務化すら、従わないんやったら抵抗勢力おうかよ、これ審査官も抵抗勢力見なさい、演説するぞ、あんまこういうところで選挙、ああいう市街地、ああいうところで突然やるぞ、いくらでもとんとやるぞ、お前もう3日間かけてなら蹂躙するわ、もうよし行くぞ、次の場所行くぞ、ここの見へ行くぞ、和歌山県行くぞ、ってみんな言うぞ、いいし、はい、これも株式会社として、みんな株式会社として守ろう、みんなで株券持って、白さん、そういうことでした。
じゃあ、ありがとうね、奈良の人は。さよなら。そういうことマスク着用しなきゃよ、入店拒否。はい、これ人権侵害、告発するわ。なんか各国とも言う、共有して。はい、笑うからみんな人権侵害。また人権侵害したね、日本。日本は嘘つきの国でした。テロ事務総長、グテレス事務総長、日本政府、毎日いい加減な報告しましたね。嘘っぱちです。嘘っぱちの報告しました。こいつら、都合悪い。で、ああいうバカな80、そのわけやらねえ、前サーカシーにあの当選 90%、なんじゃいか、あれ不正じゃねえか、完全に。アウトや、もう、西側陣営か、不正行為やってた、ほんまにおかしいと思ったよ、県も全然責任、県とか、全然、ばっかり責任追及して、ほんまびっくりや、もう、ほんまに、どんな、エラーすぎて、あなたたち、味方やが、大丈夫ですわ。ガザイはもう心配ない。とガザイもうあんなですよ。自業自得で崩壊してるやん。ルカシェンコさん、ね、入国規制と称して。これで終わった。これ防ぎたい。前まで規制してたよ。もうロシア、ベラルーシ、市民の保護、公民の保護、そして入国規制。これがコロナで役に立ったよ。もうほんなにない。チェルノブイリ対策塗ってたから、ウクライナが逆にずさんやった。アホだ、西側陣営に加わった連中全滅、今崩壊してるって。もう崩壊してる西側陣営が。もう崩壊してるよ。もうアメリカももうカナダ切り捨てたよ。もうグリーンランド誘うって言ったの、トランプさん。もう誘うぜ。もう男じゃん、ね、連中ほっとけ。もうあんな連中もうあれ第三世界に加わって、もうほっとけって言って、もうみんな、なんだよ、ほっとけ、万年寺、自己紹介や、もうほっとけ、あんな、どいつも見放して、もう、しがち、こうなってたもんね、ほっとけ、もう、ほっとけって言ったよ、みんな、崩壊してるやん、もう、俺のことは崩壊してるやんって、もう崩壊してる、マスクつけて、変な、開花してきて、黒子の時代。もういいんや、こいつら崩壊してるんや、もうばっかり官僚の言うことばっかり聞いてるから、あの貴族の混ぜるの全滅させたら超よかった。汚染されてんよ。俺さっき入場し休憩しよう、なぜマスクつけないじゃん、入店できなかった。これ人権侵害やな。おお、ほんと人権侵害発覚。こんなこと認めてた。はい、誕生日会、もう日本皆さん、もう避難しましょう、自分の国。多分ね、ヨーロッパの人たち、今逃げてきてるよ、あの、多重国籍人。そう、分かった、そう、ヨーロッパが逃げてきたよ、規制が強い。逃げてきましょう、もう、あれ、さし、もう、亡命させてくれて、一体、もう、特別永住許可証ください。一体、あの、在留。一体、法務省のところに、在留管理庁のところに、もう、さっと、お願いですから、認めてくださいって言って、亡命させてください。亡命手続きで、もう亡命させて、もうあっち厳しいですよ。もう逃げてきたって言ったよ。もう外務省のとこいっぱいになってるんや、もう観光庁も。もうこれもう逃げてきたって言って、逃げてきました、厳しかったんで、もうさ、もう厳しいって言ったよ、もう、いや。もう分かって、みんなもう逃げてきたよ、みんな逃げてきました。逆に言うと、いつもう逃げてきてる、みんなよ、こう逆だった、中途もう逃げてきてるんや。もういつも入試開始するんで、お願いしますからね、ここに入れてください、もう言い始めた。そうもう中途流れ込んでるんや、ああって言ってもう限界があるんや、もうあんまり狭いから、もう収容できなくなってきて、もう亡命してきてるんや、みんな。もう安定したインドとかに、もう亡命してきてるんや、もうみんな。もうヨーロッパ危ないです、逃げてき、カナダも危ないから逃げてきたって言って、もう逃げてきたい、みんな。お願いですか、しばらくいさせてください。もうイスラム教国やイスラム教に入信するんで、もう帰りするんで、お願いですか、長期滞在許可証もう言い始めたい。
ないよ。もう逃げていきましょう、紛争地。こっちが安定地だよ、ここが。だって戦争ばかりしてたって、逆に言うと治安良くなったの。コロナ対策に聞いたように警戒してたってこと、十分発見者にするやん、もう。ああいうことだ、あんまり汚染か。そう、戦争ばかりしてたから、紛争、危ない地域が逆に安全な場所になってもたら、そう、安全な場所になってもたんや、逆に。安全地帯貸してもたんや、治安が良くなってたよ、戦争ばかりしてた。イスラエルみたいな治安がいいんや、あれ。イスラエルがこういうのと、分かる、あの人たちも、と、そう、大変、増えてたよ、どういうことだよ。だって、あの、機械占領事件でも分かるとき、もうびっくりした、あれ。テロリスト扱い、びっくりした。大そう、アメリカ証明者やん。アメリカこそ世界最高民主主義と共和主義の国家だって証明者やん。もう自衛権があるから、みたいな。もう逆に言うと、みんな一斉に日本だけです、政治年齢最下位ですって言ってもだよ。あー、もんね、あいつ上場株式もそれで無効ですって言ったよ、もう。それいや、無視拒否してたね、もう全然守ってなかったよ。もう俺でもうあんな決議してるて、みんな聞けば、もういいから、その無視くれさん、もういいんや、ほっとけ。もう日本延長で何も対策練られなかったよ、もういうことは。もうそういうこと監視法にやれてないんや、もう。あ、市川さんみたいに自由奔放な性格できない、そういうことや。現場見せないってことや、連中。その割にはなんか税金調確定申告も延長してなかったし、ほんまびっくりや、年末挑戦。もうてっきりもう自動更新になって手続き不要なってなかったんや、もう。もうアホかって言ったんや、もうアホかって。バイデンさんとハリスさん、もう対策練ってくれ。もう収まらなかったら、もうこういう確定申告ももう延長するとか、手続きも延長するとか、業務時間も伸ばすとかしてください。もう女柔軟記者や19時まで延長するくらい、もう。あの、もう国民になりたい、もういいでさ、もうな、植民地でもいいから保護してくれ、俺たち。もういいです、と。そのために結んだよ、自由貿易。ああいうことしたんで、分かってたよ、もう。日本がテレビでやらせるから、毎日も結んでた、そういうことです。もう笑いもいいから、だから、もうあのコードギアスみたいに名誉んな、しかし結構です、もう。もう加藤国民って呼ばれてもいいから、保護してくれ、保護してくれって言ったよ、もう。もう言ったんや、もう保護してくれ、助けくれ。もう全然悪い、人権侵害、義務ばっかり押し付けて悪い、ね、もう全然ダメ、着お願いします、義務化してもたんや、日本。勝手に解釈してるんや、もう。ちょっと この関係者全員呼びやさ、そた許容してないよ、入店拒否してる、どういうことだよ。新休みたい子もいるのに、あいお子さんもね、入店拒否したら、どういうことだよ、これ。どういうことだよ、おめえら。何が規則や、おめえら。人権侵害、言うぞ。危機管理能力持てよ、おめえら。はい、お子さん何入りましょう、お子さん。処置せんぞ、今度やったら。やったら戦争だぜ、ぞ、ほんまに。こんなに汚染、爆撃するぞ、ここも。皆さんも、ほんなに。だここも、全部消毒化するぞ、ほんなに。嫌になったら、もう。もう俺ぐらいになったわ、もう。戦争座大解決や、もう。もう切れたわ、あの危機管理能力なさ、自主返納もしなかった、確定申告も、もう全然書いてないやん。お前ら見直したんか、規制ばっかり。いかにせんと、ほんま、クビするぞ、公務員全員。芸能人もクビや、ほんまに。公職追放行政処分食らすぞ、ほんまに。水際たちに、お前ら、そう、公職追放刑務。行政処分クラスを容赦せんぞ、もう保護する気もない。ぜえ、勝手にしよう、もう廃止や、もう。お前ら保護する価値もない、出席しよう、以上。